のレースのその重要性ではないですけど、はい、まあ、新山恭平が G1 初出場で、はい、で、まあ、ケイセオさんが3番手でっていうので、なんとしても決めたいというレースだったかなと思います、ね。はい、まあ、新山の後ろ回るっていうことはちょっと、うん、見込みとしては見られてるのかなっていうところだったし、まあ、慶翔さんも前で頑張れってことだったんで、うん、まあ、絶対死守しなきゃいけない場所だと思うし、やっぱ新山の後ろなんで、まあ、一番一着に近いけど狙われる場所でもあると思うので、そこはしっかり死守しようという気持ちだけですね。あとはまあ新山さんが本当に後ろ2人に応えるような3周先行体制についてそうですね、まあ、やっぱり前取らされて引かされて、まあ、かましになるかっていう読みだと思うんですけど、みんなは、まあ、それやるとやっぱりラインで決まりにくいだろうし、うん、番手もやっぱ狙われるだろうし、まあ、ラインで決まるんだったらあれで突っ張って、うん、突っ張れば多分ペースも落ちるから、まあ、新山のペースでいけるだろうっていう読みでああいう展開だったんですけど、まあ、であとはもう菅田さんが全部そうですね、うん、仕事、まあ、来たらもう自分は新山行ってもらってればやっぱり自分の仕事はまあ、後ろをまくらせないことなんで、うん、まあ、そこだけに集中してました。いいワン、ツー、スリー決められたかなというのは、そうですね、気持ちいいですね、ワン、ツー、スリー決まって、本当にこう求められたものがあって、それに応える3人のレース、そうですね、やっぱそれぞれがそれぞれの仕事をしっかりして、やった結果がワン、ツー、スリーだと思うんで、やっぱ賢章さんは打ち締めなきゃいけないし、新山は先行して、俺はしっかり後ろ止めてっていう、みんながやるべきことをやっての結果だと思うんで。北日本だとワンステップ上がるような、そうですね、やっぱこういうのはやっぱ準優とかでできるようにしていきたいですね、さら、はい、にレベルアップまで、はい、頑張ります。